動物たちの可愛い映像をお届けするアニマルアニマルウィークリー。宇部市にある時和動物園にお邪魔しました。今回紹介するのはクロツラヘラサギ。名前にサギとついていますが、トキの仲間です。くちばしの形がヘラのようになっているのが特徴で、このくちばしを使って餌を探すそうで、実際、餌を探したりとかっていうするときに、くちばしを、少しだけ開いて、左右にこうくちばしを振りながら、こう餌を探して、でそのくちばしにこう触れた、魚であったりとかっていうものをこう食べると、そういう餌の食べ方をしますね。餌はワカサギなど魚の他に甲殻類も食べます。野生では複数の個体で追い込み、漁のようなことをすることもあるそうです。そんなクロツラヘラサギですが、絶滅危惧種に指定されています。近年では多少回復傾向にあるようですが、それでも全体の個体数はおよそ6000羽。中国や朝鮮半島などで繁殖して、冬を越すために西日本に飛来する渡り鳥で、県内では山口湾や朝川の河口などにも飛来します。山口湾には現在およそ30羽いるそうですよ。探してますね。時和動物園では繁殖を目的にオスを1羽、メスを2羽飼育しています。繁殖期の夏になると、自分をよく見せるため頭の毛が伸びて、胸元の毛色が少し黄色く変わる様子も見ることができますよ。ふさふさ変わりましたね。さまざまな特徴を持ったクロツラヘラサギ、飼育員の一押しポイントをお聞きしました。すごい特徴的なくちばしを持ってますので、まずそういった外見的な部分であったりとか、あとは非常に珍しい動物ではありますので、そういう動物が実はもうこの山口県にも飛来してきているっていうことも見ていただければと、思いますね。